チーズじゃ。そしたらその女がニヤッと笑ってさ、マヨネーズが足りないんだけど。なんてことするんですか、大切なお家を。知るか、マヨネーズが切れたんだよ。買っとけって言っただろ。焼きそばが台無しだろうが。し何してんだてめえ、こんな時間に。ジョギング。嘘つくんじゃねえ。街で探してきました、拝み屋です。どうも。なんだこいつら、サーカスでもやるのか。そうか、わかりやした。じゃあこれ鼻から飲んでください。ん？あ、だだ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 、なにこれ、なんだか懐かしい感覚。任せるね、ゴリラ。あれ、今ゴリラって言った？ゴリラって言ったよね。これ相当強力な霊の波動を感じますな、ゴリラ。な、今確実にゴリラって言ったよね。料金も相当高くなる、ゴリオ。おいおい、なんか口癖みたいになってるぞ。おお、あら、お兄さん背中に。なんだよ、背中になんだよ。あれもダメだね。何こちら、切っていい、切っていい。次回から新選組血風町スタート。みんな絶対見てくれよな。なあ、幽霊怖くて何も手につかねえってか。かわいそうあるな。トイレ一緒についてってあげようか。トイレの前までお願いします。お願いすんのかい。あ、赤い着物の女。ん、何やってんすか、銀さん。いや、あの、無大陸の入り口が。土方さん、何をやってるんですかね。いや、あの、マヨネーズ王国の入り口が。わかったわかった、ムー大陸でもマヨネーズ王国でもどこでも行けよ、クソが。引っかかるかってんだよ。こんばんは。生きてやがったのか。ちっせんだよ、俺なんて。お前、さて、水も浴びてすっきりしたし、そろそろ反撃と行くかな。ビビってんのはてめえだろ。わざわざ池に隠れたのは。奴は俺が仕留める。ヘタレは家でヘタレてろ。股間がびっしょりだったからじゃねえの。なんだてめえ、幽霊の前にてめえを退治してやろうか。上等じゃねえか。よーし、じゃあお前は奴を引きつけろ。俺はあれするから。おいえ、あれするからってなんだ。エスケープか、ずらかるつもりだな、てめえ。銀ちゃん、そろそろ帰る。何やってるあるか、二人とも。いや、コンタクトを落としちゃって。